ちだらか数々の青春をしていた城跡の石段に腰を下ろし本を読み涙する人もいた。そんな話をしてくれるコーヒーショップのマスターも今は僕のギターを弾いて時の流れを見つめてる。髪型が変わっても若い子はいつの日もいいもんだ。人生の悲しみやありのこと打ち明けて誰も皆旅立った。そんな話をしてくれるコーヒーショップのマスターの枯れた笑顔を私は描いて、なぜか心を休めてる。